11月27日、カープの選手会ゴルフコンペが東広島市の加茂カントリークラブで行われ、選手やスタッフがゴルフでシーズンの疲れを癒しました。好プレー、珍プレー連発、選手の素顔が満載のカープ選手会ゴルフは新春特別番組として新年1月3日に放送します。心配ないさそして選手会による納会が開かれ、5年ぶりにクライマックスシリーズに進出した今シーズンを締めくくりました。新たに選手会長に堂林翔太選手が就任。来シーズンへの決意です。選手会長をやることによって自分の成長につながると思い、皆さんの力をお借りしながら精一杯努めたいと思います。一人一人がより向上心を持ち、より危機感を持ち、みんなで戦っていきましょう。